トレーーニングお疲れ様でですすバズーカ岡田ですえ今日はですねトレーニングに行く元気がない、まあ、そんな時にどうすればいいかというお話をしてみたいと思います、まあ、というのは私自身が最近そんなことが多いんですよね、まあ、仕事をして、えー、夜トレーニングやろうかなという時間帯になってきた時にあれちょっと今日は元気ないなと疲れてるなやめようかなという日が 増えてきたんですよこ、まあ、こんなことは今までででななかったすすね44歳なんですで今年度45になる年なんですけども、まあ、今まではねそういうことがあんまりなかったんですよね。まあ子供と一日中遊んでそれでも夜トレーニングをするということも平気でやってたんですけどもう最近ねなかなかできない日があるんですよ。 もうショックで,す、ね、でまあまあ受け入れていかないといけない部分もあると思うんですよね、まあ、年齢とともに体の変化はありますからねただそれにね、えー、アレンジ対応していくということはとても大事だなと思っていて、まあ、私なりの方法を皆さんに、えー、お伝えできればというふうに思ってます、まあ、このままホモ・サピエンスのままボディービルダーに進化できずに朽ち果てるのかという思いもあります でですね、私のライフスタイル考えると夜やるんですよトレーニングを全部仕事をやってで、夜やるんです。で夜やる良さはですね夜ねあんまり人から連絡来ないから気にならないんですよね。なので夜やった方が気が楽だというふうに思ってました。 でも今はね夜まで、えー、粘るとねトレーニングをやる体力や気力がねない時が出てきたんでこのままだとまずいなというふうに思ってちょっとアレンジをしてきていますねまあ日中にやるということが一つの解決策なんですよねまあ、日中じゃなくてもいいんですけどトレーニングをやる時間をね少しでも前倒しするこれだけでもだいぶ変わってくるなというふうに思いましたねまああの もちろんね、まあ、例えば若い人はよくエナジードリンク飲んでやったりとかしてますけどもあんまりそういうことは私しないようにしていてねもうどうしてもって時は頼るようにしてますけど基本的には自然とトレーニングに行けるような状態を作りたいというふうに思ってやってますんで、まあ、そういったものを頼らずにやっていくとですね、まあ、今の状況だと、まあ、夜ギリギリまで仕事をやりきって ってからトレーニングをするというのにはちょっと対応できてないというふうに思ってますでね少し前の時間にやることの私なりのデメリットはまあ、連絡が入ってくることに関するものだったんですよねまあそれが集中力を下げるようなところがあったんで夜やろうというふうに思ってたんですけどもこれがまあ年齢的に合わなくなってきたなというふうに思いました なので、トレーニングの時間を早くすると。まあ一番いいのはね、朝やることなんでしょうけどね。朝はね、なかなか関節の状態もねあの、整ってなくて、高重量を扱う関節、そしてメンタルの状態ができないんで、朝はね、一番いいんですけど、今のところは選択肢になくて、えー、じゃあ日中できるかというと、そんなこともやっぱり仕事的になくてですね。いつもやっていたトレーニングの時間ね、結構夜中気味にやるんですよね。まあ、まあ、9時とか10時とか。 で終わりがね、えー、まあ下手したら11時とか12時からいる時もありますからね終わりが11時12時なんていうこと結構あって、まあ、この時間まで粘るともう無理だなというふうに思ってきてまして、まあ、多少仕事を残した状態でトレーニングに入るということをしていかなければならないと思って今そういう取り組みをしています。で、まあ、トレーニング終わった後にねなかなかあのクリエイティブな仕事っていうのはしにくいんで。 えー、そこではね何をするかっていうとまあ前からねそういうことをやってたんですよね。えー、脳の働きがいい時朝の時間帯とかはやっぱり、えー、クリエイティブなことを優先してやっていって、まあ、事務的なもの事務作業のようなねあんまり頭を使わなくていいものは、えー、後に回していくというようにしていましたけどもそれでもねやっぱり今この事務作業やっちゃいたいなみたいなものがあった時にはやっちゃってたんですよね。 こういうのを一切排除しようというふうに今は再構築しているところです。事務作業のようなものは徹底して残してですね気分悪いんですよねやっちゃいたいなって時あるじゃないですかでもこれはしょうがないと慣れていくしかないと思って今それやってるんですよねで残してトレーニングの後にやれるようにするということで少し前倒ししてトレーニングをやってしまうという生活スタイルにならそうというふうに今は考えてやってます。 まあトレーニングをね、えー、今日はちょっとやろうやりたくないなとか思ったことなんてほぼなかったんですよねでもそれがねまあだんだん変わってきたなというふうに思いますまあこんなね心身の変化を感じてそれに対する対応方法を一つでも編み出して皆さんに共有することができれば幸いだと。 思って、えー、こういった動画を作ってますしまあ、これがまた研究にね、えー、発展していくと思うんですよねこういう疲労を取るためにどうすればいいんだということをね考えてまた研究も進めていきたいというふうに思っています、まあ、この自分自身のトレーニングが、えー、皆さんのトレーニングにお役立ちできたり研究をして新しい知見をできることに繋がればと、えー、嬉しいなというふうに思っていますということでトレーニングいってらっしゃいついに理想のサプリメントコエーペプチドが完成しました このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいましたその代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいますぜひ皆さん体験してみてくださいそして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております このバズカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いしますさらにオンラインサロン公式 LINE そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定ジム書籍など様々ありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください